こんにちはススタイリストの俊です今回の動画なんですがユニクロに対するプロの本音を今回の動画で徹底的にですね解説をしていきたいなというふうに思っています僕のチャンネルでは普段ですねユニクロのアイテムですとかユニクロを使ったコーディネートを皆さんにご紹介しているわけなんですが、まあ、基本的にはそういった動画の中ではユニクロの商品ってコストパフォーマンスが高くてめちゃくちゃ使いやすいよねという大前提でお話をしているかなと思うんですねそれはそれ そでででユニクロののの持っているる、ね、魅力の一つではあるんですが、まあ、その部分だけです、ね、フォーカスしてしまうとどうしてもユニクロというもののです、ね、実態といいますかどのような特徴のあるようなブランドなのかそしてどういった人には向いていてどういった人にはあまり向いてないのかこのあたりが見えてこないかなと思うので今回の動画ではちょっといつもと違った切り口でプロの目線で、まあ、どういったユニクロには特徴があってどのようなところには懸念点があるのかというところを ですね一切の忖度なしに丁寧にですね皆さんにお伝えしてみたいなと思っていますのでちょっといつもと違った動画になるかなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています、まあ、僕自身がですねこうしてユニクロについてですね色々と動画を使ったりですとか様々な SNS を使いながら着こなしを解説するということは実は結構昔からやっていまして僕が独立をした2009年ですねこの段階ではブログを使って全身ユニクロ ロでコーディネートする企画なんかをやっていたわけなんですがユニクロというブランドというのはそもそもデザイン的にはすごくベーシックで定番的なものが多いかなと思うんですね、まあ、その立ち位置というのはずっと変わらずに来てるかなと思うんですが 僕たち大人世代のですね、ユニクロに対するイメージって、かつてはそんなにスタイリッシュでかっこいいイメージってなかったと思うんですね。まあ、定番的なイメージはあるんだけども、そんなにスタイリッシュさというところはそんなに前に出てる感じではなかったんですが、業界最大手としてトップランナーを走りながら年々ですね、ベーシック定番アイテムをアップデートしていった結果、今現在だと、この価格帯でこの素材感、この仕上がり、そしてこのような安定的な ベーシックなアイテムが揃うのはユニクロ以外ないよねというところまで洗練されてきたわけなんですね。ですのでかつて僕たちが感じていたユニクロのそんなにかっこよくないよねというイメージは 本当に今の時代では覆ってきてるかなと思います。じゃあなぜこのようにユニクロが進化してきたのかというところ、もうちょっと深掘りしていきたいなと思うんですが、もちろん毎年毎年ですね、アップデートを小さく繰り返しながら前進してきたというような土台があるんですけども、もう一つ影響があるかなと思っていまして、それがいわゆるですね、僕が今やってるような YouTube もそうだし、Instagram もそうだし、最近では TikTok とかもそうかなと思うんですが、このような SNS ですね、これを中 中心にやっぱりユニクロのアイテムって紹介されることが少なくないかなと思うんですねこれなぜかというとデザイン的にベーシックで使いやすいので紹介がしやすいというのとあとは全国各地にショップがあってなおかつ買いやすい価格帯なので紹介がしやすいんですよねこんなに取り扱いやすいようなブランドって他には正直ないかなと思っていまして、まあ、ユニクロ GU ですねこのあたりに関しては共通していろんなインフルエンサーだとか 著名人の方が取り扱いやすいのでその結果ユニクロの評価というのが、まあ、さらに加速しているというのがここ数年の傾向なのかなというふうに思っていますまあ、僕自身もそのあたりは活用させていただいている点があるのですごく実感としてあるんですがこのようにユニクロのですね持つブランドのイメージがまあ年々上がってきたというところと実情ですね実際にお店に並んでいる商品を見た時の感想というのはちょっと僕の中ではギャップがあるかなと思ってるんですね もちろん定番的で使いやすいようなお洋服でデザイン的にも機能性的にも間違いなく使いやすいのは事実なんですがかといってユニクロの服を着れば誰でもおしゃれになれるかというとそんなことはなくてやっぱりユニクロの持っている服というのは定番的である程度多くの人に似合うような あまりエッジの効いたデザインの服ではないんですね。それはやはり理由があって、ユニクロって本当にたくさんのお洋服が店内に並んでるわけじゃないですか。そして日本全国だけではなくて、世界中に様々な店舗があるわけで、まあそういった年代や性別、そして国籍を超えた様々な人に着てもらうためには、一定のベーシックさが必要で、そこにあまりエッジを効かすことがある意味でしづらいというところがあるので、おしゃれ初級者の段階では、 服ってすごく使いやすすいいかなと思うんですねまいちどんな服を着ていいのか分からないって状態からユニクロの定番的で間違いのない服を着れば一定の素敵さっていうのは出せるかなと思うんですが。 あるところを超えるとユニクロの服だとなんかこう満足できないというところになるかなと思うんですね。まさしくおしゃれ中級者ぐらいになってくるとユニクロが持つベーシックさ普遍的なところがかえってネックになってなんかいまいち面白くないんだよなとかもうちょっとエッジを効かせたいんだよなというところにちょっとですね考え方が切り替わってくるので中級者ぐらいになってくるとユニクロのアイテムがあんまりハマりづらくなってくるかなと思っていましてむしろユニクロよりもトレンド この辺りの方が、かえって使いやすいという方は少なくないかなと思います。これはもうもちろん当然なことで、ある程度たくさんの量を売りたいという風になれば、定番的なところをしっかりと揃えることが大事かなと思うんですが、それをやるとどうしてもですね、初級者の方には満足がいくけども、中級者以上の方だとちょっと物足りないなというところになってしまうというところが、一、まあ、つ特徴としてはあるんじゃないのかなと思っています。で、ユニコーン店内でずっと ずっとですね商品を見ているとやはりこれぐらいある商品の中から本当に活用できるようなものというのはかなり少なくて2割ぐらいにななってくるかなと思うんですねこれなぜかというとこれユニクロだけに限らず多くのアパレルで同じことが言えるかなと思うんですが。 ある程度の売り上げを作ったりだとか、広い店内に洋服を埋めるためには、鉄板で間違いのない服だけを並べるのでは、到底足りないわけですね。カラーバリエーションだって、正直、ネイビー、ブラック、ホワイト、ベージュ、オリーブ、このあたりがあれば、僕は十分だなというふうに思うんですが、それ以外にもカラーバリエーションってたくさんあるわけじゃないですか。ある程度、彩りを出さないと、 本当に売れたいものの魅力が際立たないですし、売り場面積も埋めることもできないし、見ていて華やかさというところは感じ合えないので、その結果、本当に使える色だけではなくて、それ以外のものだとか、 鉄板のデザインだけではなくてどうしてこの服を置いてあるのかなっていうようなものも正直どのお店を見ても少なくないかなと思うんですねそれが冒険的なデザインだとか色だとか柄だとかまあいろんな切り口があるかなと思うんですが鉄板の間違いのない服だけでは売上規模も売り場面積も満たすことができないというところが一つの要因として僕は挙げられるのかなというふうに思っていますですのでユニコロで服を選ぶ時にもどれもこれもがいいというわけではなくて ある程度絞り込んだアイテムというものをですね、見極める必要があるんですが、これがですね、なかなか一般的には難しいんですね。ユニクロにパッといって、 たくさんの商品があったら、その中から何を選べばいいのかわからないという現象が起きるかなと思うので、まあ僕自身もそうですし、いろんなファッション系の YouTuber の方とか、専門家の方がユニクロで選ぶべき服というものを丁寧に解説しているかなと思うんですね。ですが、そのような動画だとかコンテンツが増えすぎてしまったために、ユニクロ全体のイメージがかなり上がってしまっていて、実際にお店に行った時に、あれ意外といつものユニクロとそこまで変わらないなというギャップを感じている方も少なく なくないいのかなと思いま,すまあそれは当然のことでユニクロという大きな企業だからこそ起こりえる点だなと思いますその企業規模だからこそあそこまでですね素材感が良くてなおかつデザイン的に安定したものをですねあれぐらいの価格で出すことができるという最大の強みをですねユニクロは持ってるのかなと思います、まあ、僕自自身も自分でブランドやっていますが なかなかですね、あのぐらいのクオリティの服をあの価格帯で提供するというのは無理がありますね。 企業の規模が大きいからこそ安定的にですね、良いものを安い値段で出すことができるので、そのあたりはユニクロの最大の強みかなと思います。まあ、世界的に比較して日本人のファッションって結構ですね、おしゃれと言われる要因は、やっぱりですね、気軽に買えるユニクロの品質が年々上がってきていて、デザイン面でも徐々にブラッシュアップされてるからというところもですね、一つの要因としてあるのかなと思います。それくらいユニクロの功績というのはものすごい大きなものがあるかなと思います。 思ううんですががやはり初級者向けのものも多いということとこどれもがめちゃくちゃいいというわけではなくてある程度選んであげなくちゃいけないというところは頭の片隅に置いておくのがいいかなと思っています。 で、定番的なユニクロなんですけども、そこに対して、やはりですね、トレンド感があって、面白みのあるようなお洋服も、徐々に投入しているという流れとして、ユニクロのコラボレーションアイテムがあるかなと思います。いろんな魅力的なブランドとコラボレーションするという流れは、ジルサンダーとの協業ラインをはじめとして、本当にいろんなものがあって、まあ、最近ではユニクロ U ですね。このあたりはもう定番的に、年に2回コラボレーションやったりだとか、JW アンダーソンもですね、だいぶ長くやってるかなと思います。 その他にはマルニとやったりだとかホワイトマウンテニアリングとやったりだとかセオリーとやったりだとか様々な協業ラインというのは通常のユニクロのベーシックなデザインにはないようなちょっとトレンド感のあるようなデザインをですねしっかりと提案してくれているのでユニクロの中には本来なかったようなトレンド性というところを補う意味ではすごくありがたい存在かなと思ってるんですがこのあたりもですねやはり主者選別が必要かなと思っていまして例えばユニクロユー の商品っっててて僕はすごくいいいなと思っていましてデザイナーとのコラボレーションのラインなんですけどもユニクロのベースとなるデザイン的な使いやすさとあとはですねそこにサイズ感をちょっと大きくしたりだとかデザイン的なエッジを効かせたこのバランスが本当にちょうど良いのでリアルに使いやすいんですねなので僕はユニクロ U という LINE はすごく好きなんですが JW アンダーソンだとちょっと可愛らしいポップなものが多くなってきたりするので まあ、正直ですね、僕はあんまり使うことが多くないんですね。なので、意図的に JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションが出た時にも僕は動画を上げなかったりしてるんですね。これはユニクロではないんですが、GU でもいろんなコラボレーションを最近やってますが、そういったものを僕は全部見ているんですけども、ちょっと僕は紹介するというところまでには至らなかったというのが正直なところで、ブランドコラボもいっぱいやってはいるんだけども、ちょっと SNS を中心に盛り上がりすぎてるかな ととととといいいいいうところががああるるののののののででそたたりりはは僕の動画の中でもるももややららなななしししっっかりと区別をしながら、まあ、丁寧にお伝えしていきたいなと思ってき思ますどうしてもユニクロのコラボレーションだとか定番品もそうなんですけども魅力的に感じる方が非常に多いのでそういった情報量が多くなりすぎているような懸念がちょっと僕の中にはあって、まあ、なるべく丁寧に僕自身も取り扱っていかなくちゃいけないなというところをすごく反省したいだとか考えているのが正直なところですこのような話ってなかなかですね 動画にしづらい部分もあったりだとかなかなか語られない部分もあるかなと思うので今回はですねしっかりと動画にしたいなと思ったわけなんですがユニクロの中で僕がですね間違いのないなと思っている商品っていうのはある程度限られていて。 例えばですよ、インナー類だとか靴下ですね、T シャツの下に着るようなインナーだとか、あとは下着もすごくクオリティがいいし、靴下に関しても僕は白系のソックスは全部ユニクロで揃えています。ですので、こういったインナー系はすごく使いやすいと思いますし、あとはボトムスですね、このあたりは優秀だと思っていて、スマートアンクルパンツだとか、タックワイドパンツだとか、このあたりのブラック系のパンツなんかは非常にクオリティが高いかなと思っています。価格を上げればいろんなブランドでブラック系のですね、イージーパンツ ってやってるんですが。 本当にですね、差が出ないぐらいによくできているのがユニクロのこういったジ、e、ー系のパンツかなと思うのでおすすめしやすいかなと思います。あとはユニクロ U のエアリズムコットンの T シャツだとか無地系のものもいいですし、ニット系もすごく信頼感が高いかなと思います。そういったユニクロ U の様々なアイテムにも魅力も感じますし、本当に名作的なものはたくさんあるんですが、かといってどれもこれもがおすすめというわけではないというところは頭の片隅に置いておくといいんじゃないのかなと思います。まあいろんな YouTuber の方がユニクロでこれは買っちゃ ダメっていう動画も結構上げてたりするので、まあ、その辺りと合わせながら見てみるとよりユニコーンのリアルな姿というところが見えてくるかなと思うので、まあ、参考にしていただければなと思っていますはいということで今回の動画ではユニコーンに対するプロの本音ということで結構普段はあまり話さないようなことをですね皆さんにお伝えさせていただきましたがいかがでしたでしょうか この動画が需要があるかどうか、皆さんが興味があるかどうかは、なかなか疑問だったりはするんですが、まあ一度こういった形で、まあユニクロの情報をお伝えする立場として、まあ違ったアプローチからの動画もあってもいいのかなと思って撮影をしてみたわけなんですね。まあこれまで通りユニクロの中で良いものがあったらしっかりとお伝えしていくわけなんですが、ユニクロの数ある商品の中から厳選してそういったものを皆さんにお伝えしているというスタンスが少しでも伝われば個人的には嬉しいかなと思っています。 おしゃれ初級者の段階では買うべきものもたくさんありますしまずは定番的で使いやすいものをですねどんどんトライしてみることが必要なのでその段階においてはユニクロは本当に使い勝手がいいですだけどもそこから中級者へとステップアップする段階ではユニクロってそんなに使わない方が多くなってくるかなと思いますまあ部分的にですねユニクロ U を使ったりだとかタックワイドパンツを使ったりだとかユニクロの中にも少し中級者ぐらいの方に向けた商品もあるので まあそういったものをうまく使うのはありかなと思うんですが中級者から上級者になったらおそらくユニクロを使うことってかなり減ってくるかなと思うんですねそれはなぜかというとある程度おしゃれが好きな方にとっては人との違いというのを明確に出していくこと自分自身のスタイルというものを明確にするということに価値があるのでそうなるとユニクロの普遍的で割と日本中どこでも買えるというところがかなりネックになってしまって世界観が全く となってくるわけななんですねなので、YouTube を見ていても、ユニクロをすごく絶賛するような動画もあれば、ユニクロに対して否定的な意見を持っている方も結構たくさんいたりするわけなんですが、それらは考え方が全く違くて、おしゃれ初級者から中級者の前半まではすごくユニクロは使いやすいんですけども、それ以上になってくると、やっぱりユニクロの持つですね、普遍性だとか定番さというところが、哲学としてあんまり交わらないというところがあるので、まあ、どうしてもですね、そういった動画だと とか意見って出てくるかなと思うんですねそれはそれで正しい意見だと思うしユニクロが使いやすいっていうのも正しい意見であってその正しさ同士のぶつかりも多少出てくるというのが本音かなと思いますぜひですねユニクロの商品に慣れてきたら次のステップも皆さんには踏んでいただきたいなと思っていましてユニクロ GU があったらその次にグローバルワークがあってその次にグリーンレーベルですとかアーバンリサーチですとかナノユニバースですとかセレクトショップのオリジナルがあってセレクトショップのオリジナルの中でもさらにはエディフィ があったりトゥモローランドがあったりエストネーションバーニーズがあったりいろんな科学体のものがありますそのさらに上にはちょっとエッジの効いたドメスティックブランドがあったりまるまる専門ブランドがあったりハイブランドがあったりだとか本当に様々な世界観の服があるんですねどれが正解でどれは NG なのかこのあたりっていうのは人の価値観によって様々なので、まあ、どれもですね僕は素晴らしいと思うしリスペクトがあるんですねですがその個人の価値観によってどのあたりがしっくりくるのかが変わってくるというところを土台とし ながらぜひ、まあ、皆さんもですね一歩ずつ自分自身のこだわりだとかスタイルというものを深めながらですねユニクロとうまく付き合っていただいたりするといいんじゃないのかなというふうに思っています ま、このような形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業をですね、これからもなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、ま、こちらの動画でお伝えしているようなユニクロ GU グローバルワークだとか、ま、ある程度価格帯を抑えたものではなくて、もうちょっと中級者的なセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、まる専門ブランドだとか、ま、そういったものに関しましては僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。僕自身も中級者的な着こなしが好きで、ドメスティックブランド だとかハイブランドだとかあとは専門ブランドだとかそういったものをよく着るんですがそういったちょっとコアな部分に関してはメンバーシップのチャンネルの方でしっかりと解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていましてこちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどんアップをしています僕も毎日投稿してますし僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を投稿してたりだとかあとは参加者の皆さんも気軽に に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって交流できるようなコミュニティになってます。気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山修でした。また次回の動画もお楽しみに。